どうも、 iPhone が好きなマグロ屋で働くお兄さんことマグニーです。本日は無料アプリのご紹介です。これはかなり画期的な無料アプリでございますよ。リコーシータというですね、こう何ですかね、360度パノラマ写真を撮れるデバイスをご存知でしょうか。ご存知でない方もですね、今から見ていただくアプリを見るとそれが想像できると思います。本日ご紹介するアプリの名前がですね、バブリー、なんて読むのかちょっとわからないんですけれども、このように書けます。はい、というわけで早速、アプリのご紹介に参りましょう。こちらです、ご覧ください。こう立ち上げるともうこんな感じなんですよ。すでにこの、このアプリの中にある、こういうね、写真パノラマ、360度パノラマカメラで撮った映像がこのように映ってるんですよ。上下左右にこう反応しますからね。私が、いつもですね、市場、中央市場で働いてるんですけれどもね、中央市場でコーヒーブレイクするところで、360度の写真撮ってまいりました。まず、じゃあその僕が撮ったやつをご覧いただきましょう。こちら、ミーっていうところに行って、これ、もう処理されたものがあります。はい、こんな感じのやつですね。ご覧いただき、あ、ここでね、この自販機で私はコーヒーを買ってですね、このゴミ箱に捨てて仕事に戻るんですけど、はい、これで実はこの白いところの空が見えて、ちょっとね、曇りだったんでこんな感じですけど、はい、これ大体上も見れますからね、ほら、ちゃんとパイプがあって綺麗じゃないですか。うまくね、なってますね。こういう具合の写真が撮れてですね、なおかつですね、これ撮るじゃないですか。こう撮ったものをね、シェア、ツイッター、フェイスブック、メール、メッセージ、サファリで開くで、メッセージ、他のまあいろんなサービスに送ることができると、いうね、こともできる。本当にね、リコーシータみたいな、機能を持ったアプリでございますね。以前ですね、マイクロソフトがこのアプリに似たようなアプリをね、リリースしていたんですけれども、あれ以来ですね、このようなパノラマを iPhone で撮れるようなアプリを発見したのは、私自身がですけれども、はい、というわけでこれから撮影するわけですけれども、このね、撮影するボタンを押してからですね、この撮影ボタンを押すと撮影が開始するのは当然なんですけれども、これですね、この、ここをタップするとほら、右下をタップすると、ほら、このようにね、撮るところをね、こう、なんですかね、アドバイスしてくれるんですよね。なので、これでちょっと撮ってみたいと思います。白いところをなくすんですね。で、撮影が完了いたしました。で、録画ボタンですね。はい、これでリジュームじゃなくて右上のビルドをすると、これからですね、アプリの中で、処理が行われまして、見れるようになるんですけども、ちょっと時間かかるんですよね。これとりあえずアップロードっていうところが、まあ、多分サーバーに上げてるんでしょうね。で、サーバーに上げた後、これ処理が行われで、処理が完了すると通知が来て、見れるようになるというね、形です。なのでリコーシータは多分撮ってすぐ見れるんですけれども、このアプリはですね、割とですけど時間がかかってしまいます。その辺はしょうがないですよね。はい、ということをご理解いただきまして、この、アプリバブリーですかね、を使っていただければなと思います。ちょっとこの動画、この本日時間の都合上ですね、こちら出来上がったそのパノラマを見せれるかな。お、できました。それではね、完成いたしましたんで、結構すぐできましたね。2、3分かな ?2、3分、いや、2分ぐらいですね。2分ぐらいで完成しました。それではね、完成したこのやつ見てみましょう。じゃじゃじゃんじゃんじゃん、読み込みが完了しました。おーすごいっすね。多少というか、かなりズレは、今回かなりズレがあるな。やっぱ撮り方がね、全体表示の撮り方がこれうまく撮れないみたいですね。はい、こんな感じで撮れました。はい、ちょっと変になっちゃいましたけれども、はいはい、というわけで、ぜひね、これ無料ですからね、皆さん使って遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。
今週の30秒動画ですが、デレッチョという旅系チャンネルでございます。緑川一平という大学21歳大学生の彼がですね、海外のいろんな国を渡り歩いていく様を収めているチャンネルでございます。その中でも私がおすすめする動画をね、下にリンク貼っております。というわけで今週の30秒動画はデレッチョさんです。どうぞ。おはようございます、一平です。実は先ほど持ちはね、全財産25万円盗難に遭いました。まだまだ旅はあと6ヶ月あるんですけれども、どうしたものかと